ragazzi, io sono Ghisu Sogisibende con Axel War vs World Art Online. Nello scorso episodio abbiamo battuto Caronte e nella speranza di trovare Rain, che non abbiamo ancora trovato. Però, ehi, non si può mai sapere cosa ci aspetta dietro l'angolo. Nel frattempo qua abbiamo una bella piattaforma di salvataggio dove direi che la cosa migliore che possiamo fare è salvare i dati. いやー、翼を持つ者、まさかこんな場所で会うなんてね。レイン！ああ、みんな、やっと会えた。よかったよ。レインちゃんも無事でよかった。ああ、これで全員と合流できたな。レインさん、この人とこんな場所で何やってるんですか？どう見てもダンジョンの中でお茶してるようにしか見えねえな。あ、実はこのダンジョンのボスに一人で挑んだんだけど負けそうになっちゃって、このプリキライターさんに助けてもらったんです。こんな場所だが一息つくのも悪くないかと思ってね、お茶をご馳走していたんだ。まさかあなたが来ていたとはな。こちらも驚いたよ。神聖ネガビのメンバーに赤の王とその従者レパードじゃないか。レイン、あんたやっぱり秘宝を取りに来たの？うん、この異常事態できっとキリト君たちはダイブし続けるって思ったから、私にできることってなんだろうって考えて。レイン、頑張ったわね。あんたの決心があったからあのアイテムも手に入れることができたんだわ。手に入れ、そうなんだ。ありがとうみんな。それはこっちのセリフだよレイン。レイン、頂上決戦をするつもりだったのに、あの潮らしさを前にしちゃバトル挑めねえじゃねえか。ニコもレインの可愛らしさを見習った方がいい。そうだね。んだと？春行き、てめえ今同意したろ。え、あれ、思わず心の声が出ちゃった。もっとマシな弁解はねえのかてめえ。相変わらず騒がしいわね。あの、ブリキライターさん。なんだい？君はシアンパイルだね。どうしてこの姿で僕たちがメガネビュラスのメンバーだと分かったんですか？そうだね。それは私が君たちのテイムするビームさんと別の意味でハイエストレベルを知るものだからと答えておこうかな。それはどういう意味でしょう？ブリキライター、我々のこの姿は別に気にしないさ。私はただブレインバーストの探求を続けるうちにここにたどり着いただけ。現実世界の君たちの姿を詮索する気もないし、他に喋ることにも意味を感じない。そうか、そう言ってくれると助かる。あなたも共に来るか？いや、やめておこう。ただこの世界にはもう少しとどまるつもりだ。また会うこともあるかもしれないな。そうか、ではまたの機会にな。あのブリキさん、ありがとうございました。君も達者でな。ブーンを祈る。 Ok ragazzi, a parte aver trovato uno strano essere che si chiama Tim Writer e per qualche strano motivo è nella zona di distorsione, non chiedetemi neanche il perché, visto che ha accesso a molte informazioni del livello superiore, direi di dirigerci dal punto indicato, dalla mappa, che è dalla parte opposta in cui sto andando, però tranqua, ci arrivo prima o poi, forse. Volevo farmi un giretto effettivamente. Comunque, ehi, siamo di nuovo con Rain, quindi Seven potrebbe essere contenta.
よう、ワコード。ロマン、追いかけてるかい？また新しいワープゾーンが出現してたぞ。ざっと見て、全部で6箇所だ。ワープの行き先？まだ全部は見てないが、一つは北のオアシスのある島につながる経路じゃないかと俺は踏んでる。あそこには障壁があって空から行けないからな。おっと、行くなら気をつけろよ。あそこには雷を扱う女アバターがいるんだ。だいぶ前だが、アバター同士の大激戦があってな。相手は水を扱うやつと、そうだな、ちょうどあんたたちと一緒にいるような青い兄ちゃんと緑のお嬢ちゃんだった。激闘の末、彼らはどこへ姿を消したのか。ロマンだ。ロマンを感じる。ねえねえ、今の人が言ってた雷の女アバターってさ、あの人のことかな。チュリー、心当たりがあるのか。うん、パープルソーンっていう七王の一人が雷を扱うんだよ。ちいちゃん、キリトさんには敬語を使いなよ。僕たちは中学生だけど、キリトさんたちは高校生なんだから。春だってそうしてるだろ。別にいいじゃん。僕もそういうのは気にしないかな。リアルのしがらみから解き放たれるのが VRMMO の良さの一つだよね。そうそう、勇気は話がわかる。そうは言うけどね、ちいちゃん、仮想世界とはいえ先輩後輩の関係性は重要だよ。ちいちゃんは特に戦闘面はもっと強化した方がいいでしょ。せっかくこれだけ強い仲間が揃ってるわけだし、この機会に。もうたっくん、たっくんは確かに私の親だけど、だからって口うるさく言い過ぎだよ。え、僕はちいちゃんのために。まあまあ、チューリー、たくめ、誰かのためか。僕たち後輩バーストリンカーのこと一番考えてくれてたのってアキラさんですよね。そうだな。アキラはレジェンド級エネミー青龍の無限 EK による封印に陥って以降、通常フィールドでずっと用心棒として低レベルのバーストリンカーたちの育成に一役買ってくれていた。アキラ、まだ見つかっていない最後の一人、アクアカレントのことだよな。はい、なのです。先ほどの話から推測するに、アキネーが関わってる可能性が高いのです。アクアさん、アキラさん、タク、誰だっけその人。え、タクム君、チユリ君、一体どうしたんだ。二人とも大切な仲間を忘れちゃったの？おいおい、おめえらのレギオンの先輩だろ。あ、これはまさかなのです。アクアさんのメモリリーク。何なんだそれは。なるほど、自分に関する記憶を一時的に消すか。なんだか想像つかないね。アキラさんが理由もなく仲間にあの新技をかけるなんて考えられませんよ。きっと何か理由があるんです。ねえねえ、あの二人、タクムとチユリはどうして席を外させているの？メモリーリークは消すというよりもロックをかけているだけ。無理にロックされた情報を伝えると精神的な負荷をかけることがあるからですよ。なるほど。オール、私の家庭行ってもいい？おう、パド、教えてくれ。アキラはこの ALO にはもういないふりをしたいんだと思う。彼女はこの世界で七王の誰か、おそらくパープルソーンと戦い、そして敗れた。もしくは勝てないと判断し、敗れたふりをした。紫の王が
アキラがいないことで安心している隙を狙っていると考える。自分が生きているという事実を完全に消すために、一緒にいたチーとタクの記憶をロックした。どう？確かに、それは筋が通っているな。はい、なのです。アキ姉がまさに考えそうなのです。なるほどな。じゃあ、俺たちも何も知らないふりをしておけばいいんだな。イエス。わかった。じゃあそれを念頭に置きつつ、オアシスの島を目指そうぜ。Ok ragazzi, dobbiamo cercare in giro per la mappa che sono messe completamente a caso queste zone di distorsione qua finché non troviamo quella corretta. Ne ho messe solo alcune, in realtà sono 6, 2 sono molto facili da trovare come in questo caso, quindi sono un attimino più complicate da trovare. Quello che dobbiamo fare noi è entrare in questa zona di distorsione, sbloccare con il cristallo e in queste zone qua troviamo anche dei forzini da aprire. La cosa interessante è che l'ultimo membro del Mega Nebulus ha deciso per qualche motivo di cancellare i ricordi a Chiyuri e Taku della sua esistenza. Ovviamente questo temporaneamente, molto probabilmente si pensa perché Aqua Current è l'unica in grado di sconfiggere Purple Thorn e la sua elettricità. Perché? Perché Aqua Current è composta al 100% da acqua distillata, se così si può dire, acqua pura. E quindi l'elettricità non fa da conduttore sull'acqua pura, è proprio una cosa chimica. Le impurità che sono presenti nell'acqua normale, nell'H2O normale, non permettono il passaggio di corrente. Cioè, permette il passaggio di corrente, nel caso di acqua current, no. E siamo nell'ultima zona di distorsione, quella più difficile da trovare in realtà. E che se non ci mettevo un boss non erano contenti, ovviamente. Ma ehi... Cosa possiamo fare? Otto, so sono odemukaika. Kirito-kun, sacchi tolte kita warp zone ga kiechatta yo. Koitsu o taosaneto. Modori mo susune mo shine tte wake ka. Totto to katazuke chimao ze. Ok ragazzi, l'ennesimo boss. Non ho così tanta voglia di farvelo vedere completamente, una serie che è sempre un auro coda. Ok, siamo ritornati alla mitologia una volta per qualche strano motivo. Come funziona? Sempre a solito modo, si va di ignoranza, switch e tanta violenza. Come potete vedere anche questo qua ci applica i dei debuff, in questo caso PM, cioè riduzione punti, magia. Ovviamente gli switch ci aiutano molto, soprattutto se il legame tra i personaggi è parecchio alto. Perché più alto il legame, più punti di danno otteniamo mediante lo switch. Direi che è giusto il momento di dare un taglio a questo boss, che mi dite. Vediamo se riusciamo a farlo fuori in tempi brevi. Sì, decisamente Star Blast Stream. E poi una tecnica che è combinare tipo tutte le abilità contro un singolo bersaglio. Continuo a switchare e vado di mosse finali. Yosha! Victory! うるさいですよ、アッシュ。見て、新たなワープゾーンが出現したよ。今のボスが守っていたんですね。オアシスの島へのワープポイントでしょうか。みんな、ソーンとの戦いは近いぞ。気を引き締めていこう。見つけた！ついに見つけた！この声は憎い憎いロータス！パープルソーン！こいつは殉職の七王の一人、パープルソーンです。こいつもゴーストでいいんだよな。おそらくそうでしょう。おお、ハートがビートするぜ、ソウルがシャウトするぜ。相棒、たぎってるじゃねえか。
おうよ、なんかよ、あの女を見た途端俺の全身がビシビシと電流走ったみたいでよ。うるさいですよ、アッシュ。おお、ありゃ、これ本当に電流 なのか。その身に受けるがいい。この世界でさらに強化された私の電流を、そしてブラックロータスともども感電死するがいい。はあ、先輩、ものすごい威力と範囲ね。こんなの何度も食らったら全員やられちゃうよ。でもあの女の人の周りには常に電力のバリアみたいなのが漂ってるみたい。これじゃ近づけないよ。どう？この世界では私の真意の力がさらに増してるみたいなんだよ。真意の力が増してるだと？そんなことありませんよ。基本向こうと真意の定義は何も変わらないはずです。いや、単純な話だぜ。あいつはゴースト。基本的な思考回路は元の人間をベースにしてるが、本能を抑制する部分までは制御できるわけがね。なるほど。真意技は願いや恨み、強い気持ちが仮想世界の事象を上書きする。ソーンのロータスへの強い気持ちが本物よりも抑止力の働かない状態になった。つまりは情動に拍車がかかり、結果的に新技が強化されてしまったということね。何をごちゃごちゃ言っている。すでにこの放電技に唯一対抗できるお前たちの仲間は私が殺した。お前たちに私に抵抗できる術はもはやない。クロー、行くぞ。我々の仲間を信じるんだ。 はい。死ねえロータス。ライダーの恨みここで晴らしてやる。もう少し耐えるんだクロー。はい、先輩。よくやったなの。あとはもう大丈夫なの。この声はな、貴様は。ハル君もサッチも注意をそらしてくれて助かったなの。メイルストロン。私の放電の結界が。アクアカレント、なぜお前が。私が仕留めたはず。やられたふりをしていただけなの。あなたの放電を防げるのは私の純粋だけなのが分かっていたから、あなたを倒す絶好の機会まで姿を消していただけなの。よし、放電の力が弱まったよ。奴が体勢を崩している間に一気に畳みかけるぞ。 OK、 Purple Thorn o il re viola è qui, ma più che re, regina la chiamerei. Comunque vabbè, il suo colore viola le permette di eseguire tanti attacchi mirati, soprattutto elettrici, che mi stanno davvero sulle scatole. Ma proseguiamo. Acqua Corrente ha deciso, come sospettavamo, di cancellare memoria a Chiyuri e Taku in modo da agire all'ultimo per la a salvarci e sconfiggere Purple Thorn, o perlomeno indebolire. Ovviamente sto cercando di darci una mano, perché sensatamente, ripeto, è l'unica che può indebolirla, perché la sua elettricità non è effetto su di lei. Ovviamente i suoi attacchi sono tipo elettro e dobbiamo starci un po' attenti se non vogliamo finire paralizzati o altro. Come abbiamo potuto sentire, per qualche motivo, sembrerebbe che Black Lotus abbia fatto un torto a Purple Thorn. Nello specifico, sembrerebbe che lei abbia ucciso l'amore della sua vita, altresì chiamato Red Rider, che era l'ex re rosso. Eccolo qua, l'amore della sua vita.
ora sostituito da Scarlet Reign, che con Invincible sembra essere un degno sostituto. Ok, l'obiettivo è stare più a distanza possibile dai suoi attacchi elettrici, perché altrimenti si fa una fine orribile. E ve ne darò dimostrazione tra poco, molto probabilmente. Come vedete, in molto tempo sono riuscito a togliergli parecchia vita, che non è male. Soprattutto se ci accaniamo uno, se accaniamo tutti assieme. Il problema è che mi sono beccato una mossa finale in faccia e ho perso malamente, perché siamo rimasti tutti paralizzati assieme. Tuttavia ho rimesso a posto le abilità e un paio di tentativi sono bastati per sistemarle una volta per tutto, anche se ha continuato a schivare i miei attacchi parecchi. Fortunatamente è arrivata Yuki e ha chiuso la cosa. ライダーに続いてこの私をも殺すのか。ブラックロッド、倒した。今回も殉職のオーブがゲットできたな。名前はオーロラオーバルか。アキラ、みんな、ただいまなの。おかえり、アキラ。私と同じで、いつものカワウソアバターじゃない。この世界だとそうみたいなの。あなたは…チーとタク君には迷惑かけたなの。今から封印を解くの。メモリーフリー。アキラさん、無事だったんですね。よかった。そっか、思い出してきた。私たちは3人で紫の王と戦って負けそうになって一旦逃げたんだ。ソーンの技に対抗するには隙をついて純粋の力を使うしかなかった。2人は手伝ってくれると言ったけど、一か八かの賭けに巻き込むわけにはいかなかったの。愛し、それで二人の記憶にロックをかけて逃がした。それでその後イエローレディオに捕まっちゃったんだけどね。それは踏んだり蹴ったりなの。二人が無事でよかったの。みんなも混乱させてしまったの、悪かったの。いや、構わんさ。むしろタクム君とキュウリ君の記憶がロックされていることに気づけてよかった。アキラがどこかで仕掛けてくることの心構えができたからな。はい、ベストタイミングでしたよね、さっきの。みんなの行動はこっそりと見ていたなの。 ALO の妖精キリトたち、私はアクアカレント、これからよろしくなの。ああ、よろしく。これで両者ともに全員勢ぞろいだな。一旦町に戻って体制を整えよう。これで目的の一つは達せられた。あとはエリアを解放していき、あの塔までたどり着き、皆で力を合わせてバベルの操るモンスターを倒し、ユイを助け出す。そうですね。ちょっと待ってくれる？その前に少し確認してもいいかな。アスナ、さっきの紫の王の発言、ブラックロータスが彼女の恋人を殺したって、あれってどういう意味なの？もちろんあなたたちを悪い人だとは思わないけど、ゲームで生き死にの話を聞くとちょっと不安になっちゃうから。アスナ、あれは。しもべたち、話は後です。近くに気配を感じます。もしかして例の凶悪な存在ってやつが？
なるほど。このプレッシャー、情報圧、もう疑うべくもないってか。そんな、まさか。どういうことだ、ちゃんと説明してくれ。確かめなくちゃ。それが本当にそうなのかを。行きましょう。おい、晴れ駅。Ok ragazzi, ma dopo aver sconfitto Purple Thorn quasi sembravamo essere davanti a una rivelazione, ci troviamo davanti un altro problema, una specie di essere demoniaco che sta girando, seminando il panico, come prima nel dungeon, ora è qui. E niente ragazzi, per oggi mi fermo qua, quindi se il video vi è piaciuto, un commento, vi piace, iscrivetevi, spero che la serie vi continui a piacere. Io ci metto parecchio per fare questi video tutto sommato, perché devo registrare e poi editare in post produzione. Se non avete capito qualcosa, fatemelo sapere e noi ci vediamo al prossimo video. Quindi, bye ragazzi.